ゴムゴムのふにゃふにゃー。どうもモンキー ED ルフィです。ライオンキタスラです。ということで今回は選手メイン賞やっていこうと思う。ということで今回はブースターの別株を紹介していこうと思うんだけど、これ今11回引いてるんだけど、これ見てもらえるかな。前回のシェフチェンコに続き10連で出すことができた。つまりだよ、俺ってね、やっぱりね、ガチャの引き方がうまいのよ。またね、このガチャの引き方等はね、次の動画でね、紹介しようかな。はい、ということで早速だけど、別株も紹介していこうと思うんだけど、まずタレントデザイン、こちらの方になっているので、ぜひチェックしてくれ。ということで早速別株も紹介していこうと思うんだけど、まずね、これプレイスタイルが黒さ。じゃあもう右サイドバンバカバンバカクロス上げんのかと言われればね、もうそうではない。こいつクロスさんはね、あんまり強くないよ。なんでかっていうと、これスピードが77。77でね、みんなありがとうって感じでいい数字なんだけど、結局ね、77は77なのよ。遅い。じゃあどこで使うかというと、これ4141だったり、あとは4123の、この OMF を CMF に使う。これがマジで強いだよ。じゃあ早速だけどね、これ能力値を見ながらプレイスタイルを紹介していこうと思うんだけど、まずこのドリブル数値。これ81って数値。これ決して高くはないのよ。だからこいつでコネコネは絶対させるな。で、このグラパとフラパ。これはかなり高い数値。で、こいつでね、スルーパスを出したりも強いし、さらにこれ、フラスル。こいつマジで気持ちいいぐらいに強いのよ。で、さらにこの決定力と、このカーブ数値101。もう楽しくなっちゃうね、イーフトが。このブーメランみたいに帰ってきちゃうほどすげえカーブを蹴っちゃうんじゃないかって、このベッカムはもうとにかくコントロールカーブとか、あとはミドルシュート。これを狙うのはね、めちゃめちゃありだね。で、これ能力値こうやってずらーって今紹介したけどね、これね、茶番なのよ。何がやばいかっていうと、こいつ、コーナーキックから決めれるのよ。いやもう嘘でしょと思ったでしょ。俺も嘘でしょと思ったよ。これはね、もうね、今ね、事後で撮影してるんだけど、実際にコーナーキックを狙ってみたら、入っちゃいした。ということで、その試合はね、多分ね、最後の試合で映すと思うので、すぐに見たいね、ソロの奴らはね、最後まで飛ばしてくれ。ということで、別カムを使って、ロングコンカとかね、いろいろとやって、いろいろと相手をとっちめていこうと。思う。ということで、レッツ、プレスキック。はい、この中央でゆっくり回される分に、これいけ。はい、ナイスーで、相手動かねえな。動けよ。お前攻撃するなら守備しろ。はい。はい。レイプ気持ちいい。はいはいはい。で、また相手が動かない。どんな縛りプレイしてんの相手。じゃあ見て、なんか、これ AV の撮影じゃないからね。で、これ出して、ので、はい、ここで。はい。はい。これ動かないのか関係ないからね。キーパー自動だから。強いのよ。はい、ここで、ショートで、もう一回出して。あ、いや、動かないなら、ちょっと動いた、今。いや、気持ちいい。守備しなきゃ俺に勝てねえから。てかさ、なんで俺の相手ってさ、たまにこういう気持ち悪い作んの？こいつ守備だけしないのよ。攻撃するくせに。ふざけんなよ。あ、やってますか？と見ていこう。4-1。あ、この形なんか強いらしいね。ああ、環境方面を潰します。はい、ここで落として、ゆっくりと行こう。落ち着いて。今作も落ち着きの攻撃や。で、サウナ危ねえ。危ねえ。で、ここでもう一回。で、狙っていこう。で、はい？今作ね、低めの効果がね、マジで強い。はい、ネイマール。どうせダブタ来る。はい、ダブタ。ほい、読み読み。もうね、わかりやすいよ。もうネイマで縦ドリブル、だいたいね、ダブルタッチ来るから。これさ、よさすがで、つかんで、つないちゃって、はい、ここで。で、ネイマールのさ、しょうもない得点ばか取っちゃったわ。まあ、次の試合で、やっていこうか。はい、スカット見ていこう。なんか、竹ぼうきみたいなスカットだな、これ。ここさ、いやー、よし、ナイス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 。ここで奪えたんでかいよ。落として、で、はい。ここな、もう一回ベッカム預けたい。で、ターンして、挨拶ジャッカーマジ惜しい。いや、でも今回マジ強えよ。はい、ここ。いやー、当たるよな。じゃあ、奪い返そうか。じゃあにゃもうそれ強いんだよ。もう、おまけでさ、お前フルパをしてくな、マジで。これさ、狙えね。はい。いけ
いや無理だよな。じゃあこれさ、 OK、 細かく細かく最後別館で、これおい、うおーもうフレンドパークじゃねえんだよ相手。ここは繋いでさ、あ、ミスったかも。よしよしよし、で細かくでかみで、おいおい、当たるそれ、もうお前ぐらいならいけんじゃん。はい、ここで中で逆、いいね、メッシのパスを、はい、もう仕掛けていく、滑ったら、はい、ここでブルン、ねえなもんさと、強いんだけど、もうマッチアップ弱体が誰言ったん。二度目は絶対に決める気持ち、強い気持ちがゴールへ繋がるから、見てろ、おい、え、うわっ、うわっ、入ったおいおい、リプレイ相手を見てる、強すぎだろ。ベッカムの本当の使い方これでしたわ。見て、おい、うん、これキーパーからの跳ね返り力やばいから。あの見えてないっすよ、あのハイライト仕事して、あの違うベッカムしかいないから。あ、いや、ベッカムロマンだ、マジで楽しい。